韓国の女優さんは美人でスタイルがいい方が多く、その交際相手や結婚相手にも注目が集まります。ファンとしては彼女たちが選んだ相手であれば応援してあげたいところですよね。しかしあまりにも交際相手や結婚相手の評判が悪いと心配になってしまいます。今回は交際相手、結婚相手の評判が良くない韓国女優についてまとめてみました。交際相手、結婚相手の評判が良くない女優5選。交際相手、結婚相手の評判が良くない女優を5名ご紹介させていただきます。どの方もかなりの美人で有名な方ばかりですので、ぜひご覧ください。パクミニョン、キム秘書は一体なぜなどの数々の名作で名演技を披露し、大人気のパクミニョンさん。ミニョンさんのサービス精神あふれるファンミーティングは毎回国内外問わず話題になっています。それだけファンに愛されているミニョンさんですので、当然彼女の交際相手には注目が集まります。しかし今までにミニョンさんが交際を認めた相手はたった一人だけ、イ・ミンホさんです。二人はシティハンターでの共演をきっかけに意気投合し、ドラマが終演を迎えた2011年に交際に発展したそうです。ビッグカップルの誕生に喜ぶファンも多かったのですが、ミンホさんもミニョンさんも芸能界のトップを走る二人、お互い生活が多忙すぎてあまり会うことができず、交際期間6ヶ月ほどで破局してしまいました。シティハンターファンにとってはお似合いの二人に見えましたが、実はミンホさんは性格が傲慢で天狗だという噂もありました。ミンホさんがこう言われてしまう理由としては、花より団子でドフミョフジツカサを演じたことが要因になっている可能性があります。ドフミョフジツカサは傲慢で自己中心的、上から目線で自信過剰という役どころ、この役柄をミンホさんが完璧に演じきったためにこのようなイメージがついてしまったのかもしれません。それというのも、俳優のチェジニョクさんがミンホさんの性格について、僕が知っている俳優の中で一番良い性格の持ち主と絶賛しているのです。このことからミンホさんは本当に性格が悪いのではなく、ドラマで演じた役柄の影響で性格が悪く見えてしまっている可能性が高そうです。また2022年の9月に芸能専門メディアのディスパッチが資産家との熱愛を報道しました。報道の翌日、ミニョンさんの所属事務所は交際の事実を認めた上で、現在は破局していることを発表。すでに破局していますが、資産家の彼には黒い噂があるそうです。報道によると、元交際相手は2013から2014年に詐欺事件に関わり、2016年に詐欺及び私文書偽造などの罪で懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡されています。さらに、2014から2015年には金融会社の迂回融資に加担したとされており、これに加えて暗号通貨取引所ビッサムをはじめ、ビデント、インバイオジェン、バケットスタジオなどの未所有者ではないかという疑惑までが浮上し、もともと携帯電話端末の販売事業に携わっていた元彼と、携帯電話のアクセサリーを販売していた元彼の妹が、2020年に突然ビデント、バケットスタジオ、インバイオジェンという上場企業3社を買収、その資金の230億ウォンの出所が不透明である点を取り上げています。これにより、人気、好感度の高いミニョンさんを心配する声も上がりました。イ・テイム、2007年に街でスカウトされて芸能界デビューしたイ・テイムさん。その後2008年にドラマ私の人生の黄金期で女優デビューを果たします。しかし2015年に MBC バラエティ番組一回り年下の家庭教師で
元ジュエリーのキム・イェウォーさんとの間に暴言騒動があり、活動を自粛してしまいます。そして、2018年に突然のテイムさんの引退宣言がありました。テイムさんは自身のインスタグラムにて、平凡な人生を生きていくことに決めたとファンに伝えています。この突然の引退宣言にはファンもびっくり。そしてその2日後にテイムさんが現在妊娠3ヶ月であることが公表されたのです。テイムさんはお子さんを授かったことで出産、結婚をして平凡な人生を生きていくという決断をしたのですね。気になるお相手はイ・ミョンバク元大統領の息子イ・シヒョンという男性であると噂されています。シヒョンさんは以前に薬をやっていたとの噂もあるそうで、テイムさんのファンは2人の結婚をあまり快く思っていないようです。とはいえ彼女が決めたことですので、ファンとしては今後の彼女の幸せを応援してあげたいですね。パク・ハンビョル、モデル出身の女優で、オルチャンの先駆けであると言われているパク・ハンビョルさん。ハンビョルさんは2002年にモデルデビューしました。すでに中学生の頃から人目を引く美貌とスタイルで、たくさんのスカウトを受けていたそうです。そんな彼女は、18歳の時から同い年の歌手であるセブンさんと交際していましたが、2014年のハンビョルさんが30歳の時に破局しています。12年もの間交際していただけに気になる破局理由ですが、セブンさんが軍隊に入っていた時に起こした問題と関係しているのではないかと言われています。セブンさんは軍隊に入っていた2013年に訓練所を抜け出していかがわしいお店に出入りしていたことがある番組で暴露されています。その際に暴力を振るって取材を邪魔しようとする姿まで、このことがきっかけになったのかは当人たちにしかわかりませんが、少なからず彼女の心に何か思うことがあったのではないでしょうか。イ・ヨンヘ、チャングムの誓いでおなじみ、多くのファンと国民から愛される演技者であるイ・ヨンヘさん。ヨンヘさんは中高と女子高だったので、男性と出会うきっかけがなくモテたことがないと明かしていましたが、2009年に電撃結婚。ヨンヘさんの電撃結婚にアジア中が沸きました。気になるお相手はイリノイ工科大学卒のエリートでアメリカの IT 企業で働いた後、韓国レイコム会長となった、なんと20歳年上の韓国人のチョンさん。二人は知人を介しての食事会で出会い、ヨンヘさんは惹かれたそうです。チョンさんはヨンヘさんと結婚前に女優のシムウナさんと婚約後に破談となると同時に、学歴詐称や年齢詐称問題が話題になったほか、軍の右不正の中心人物として浮上するなど世間を騒がせた人物です。またチョンさんには結婚歴があったので、ヨンヘさんとは再婚なんです。そのためファンの間では彼を快く思わなかった人も多かったそうです。さらに2012年にチョンさんの会社がスポーツソウルにヨンヘさんの肖像権を使って事業を共に展開しようと言い、20億ウォン、2億円の投資金を受け取ったのにもかかわらず、その投資条件が実行されなかったとか、そのため投資金だけを横取りしたような形になり告訴され、ニュースになったのです。チョンさんが肖像権商品化事業のために起業した会社リーエスが、複数の会社と他にも民事、刑事上の争いに巻き込まれていて、両方での告訴となったため大きく報道されました。告訴事件が起きて記事になった以降は特別報道されることもなかったので、無事に解決したのだと思いますが、チャングムの誓いで韓国内だけでなく日本でも大人気のドラマでしたので、その主人公を演じたヨンヘさんの電撃結婚はかなりの衝撃でしたね。チェジウ、
元祖韓流女優として日本でも大人気だったチェ・ジウさん。ジウさんは2018年3月29日に一般人男性と電撃結婚をしました。所属事務所に結婚を知らせたのはなんと式の前日だったということで、かなりの極秘結婚だったようですね。気になるお相手ですが、一般の方なので名前は公表されていません。ジウさんより9歳年下で、2014年に友人と一緒に立ち上げたアプリ会社の社長を務めており、ジウさんとは交際3年以上だったそうです。背が高くがっちりとしたイケメンであるとのことですが、ソウルのセレブエリアであるカンナムで超有名なホストだったという噂があるため、ファンの間ではあまり快く思われていないそうです。真相は定かではありませんが、ジウさんの旦那さんは2015年に改名をしているため、素性を隠すために会社を作って社長にしたり改名したりしたのではないかと憶測を呼んでしまったようです。まとめ、いかがでしたでしょうか。人気者ゆえに多忙を極める彼女たちですが、恋愛をすることはとても大事なことですよね。ファンとしてはあまり評判が良くない相手とお付き合いが始まると不安になってしまいます。ですが大好きな彼女たちの選んだ相手なので、そっと2人を応援してあげるのが真のファンなのかもしれませんね。